全然嬉しくないよ俺ぐらいの感じ、淡々と回るんですよ。なるほどね。ただ今日はあの久しぶりのあの猛打賞でしたからね。ですね、うん、さあでレアードはまあ確定でしょう。先制のスリーランホームラン。まあこのカードで言いますと第一戦の有原光栄の光平の初登板初勝利ゲーム、その時もレアードが逆転弾でね勝利をアシスト。そうですね、3日でこれが2日目となる、3日で2試合目となるヒーローとなりましたレアードです。もう一人は誰でしょうか。もう一人のヒーローは上沢選手になりましたちょっと表情明るくなりましたかそうですね、うん、ハイタッチも少し遠慮気味、そしてこのサインボードも少し遠慮気味でもある上沢ですけれども、この後どんな言葉を聞かせてくれるんでしょうか。さあそれでは2人の声を聞きましょう。レアード選手、上沢選手には MVP 賞として HTV 一押し MC のヒロ福地さんよりビッグオンちゃんが贈られます。札幌ドームにお越しの皆さん、そしてテレビラジオでファイターズを応援している皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは先発しました上沢投手、そして先制のスリーランホームランを放ちましたレアード選手です。まずは上沢投手からお話伺っていきます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日で今シーズン3勝目、そしてホームでは初白星となりました。今のお気持ちいかがですか。もう本当ずっと迷惑かけていたので、ホームでも今年初めて勝つことができて本当に良かったです。ご自身のピッチング振り返っていただけますか。最初良かったんですけど、やっぱりあの7回だけがすごい悔いが残るというか、悔しさが残るような投球になってしまったので、次回に向けてしっかりまた見つめ直していこうかなと思います。まあ、そうおっしゃいながらも3回4回5回6回と三者凡退に抑えました。いいピッチングだったんじゃないですか。まあ結局うんやっぱ最後が僕はすごい心残りというか、ファンの皆さんもこう不安にさせてしまったと思うので、しっかり反省したいと思います。そんな謙遜されている上沢投手ですけれども、今日はバッテリーを組んだのが同期の近藤選手でした。その支えも大きかったですか。そうですね、ずっと、今年から受けてもらってて、本当にこう頼りになる同級生というか、一軍でこうやって、近藤に向かって投げることができて、嬉しく思います。近藤選手に今伝えたい言葉というのはどんな言葉ですかね。伝えたい言葉、いつもありがとう。そしてさらに今お隣にいらっしゃいます、今日はレアード選手の大量援護もありました。そうですね、本当野手の方々が、先に点を取ってくださって、僕が投げれるのに楽な展開を作ってくださったので、本当に、レアードを含む野手の方に感謝しています。そのレアード選手に感謝の気持ちを英語で伝えていただけますか。Thank you, レアード。そんな上沢投手を援護しましたレアード選手にお話を伺っていきます。ナイスバッティングでした。ありがとう。上沢投手のコメント聞いていかがですか。Feels great. You know, I just wanted to get some runs on the board for him. I mean, he was pitching great, and I'm glad I could do that for him. まあ本当にいいピッチングをしてたので、とりあえず本当に援護をしたかったので、早めに援護ができてすごい良かったです。4回のホームラン、本当に大きな当たりでした。手応えはいかがでしたか。
I mean, it felt great. I mean, I was just trying to put a good swing on the ball, and you know, went out of the ballpark and got Uesawa a win, so and it feels nice. まあすごい気持ちよかったです。とりあえずコンパクトに振ることを意識したので、まあ本当にああいう形で Uesawa を援護できてすごい良かったです。レアード選手、今日で5試合の連続ヒット、そしてこのオリックス3連戦ではホームラン2本でした。絶好調の要因教えていただけますでしょうか。I'm just seeing the ball well, and my fiance is in town, and she's my good luck charm. So hopefully, I can keep it going. まあ本当にボールが見えてるのと本当にあのフィアンセが一緒にいることがすごい大きいと思います。そのフィアンセの方にメッセージいただけますか。Thank you for the good luck you always give me, and I love you, and hopefully I can keep it going.いつもありがとうございます。本当に愛してます。さあ、大活躍だったお二人なんですけれども、あさってからもまた試合があります。皆さんにレアード選手は日本語でメッセージいただけますでしょうか。ありがとうございました。また来週。では、上沢投手も日本語でお願いします。今日は温かいご声援ありがとうございました。来週はウーマンズフェスタがあるみたいなので、皆さん足を運んでいただけたら嬉しいです。今日のヒーローは上沢投手、そしてレアード選手でした。ありがとうございました。ということで、レアード選手とそして喜びきれていない上沢投手ねヒーローインタビューということになりましたけれどもちょっとね、反省してる中でいきなり英語喋ってくれとか、ね、いきなり難しい難題が出されましたけど、まあでも、いいじゃないですか。まあ勝利投手ですしね、その事実いや、かえって反省したらいいんですよ今ね、こうまあそれなりにやっぱり対応してくれましたね。さすがですよ。そうですね、大人ですね。そうですね。大人の対応が上沢投手もありました。まあ、ただ6回3失点もね、クオリティピッチングという中で7回2失点、まあ最後は少しね不満は本人残るもののしっかり勝利に貢献しまして今季3勝目ということで今シーズン札幌ドームでもこれが初勝利ということになった上沢直之のヒーローインタビュー。そして今日先制のスリーランホームランのレアードも。3試合で2回目となるヒーローインタビューをお聞きいただきました。